12月1日、佐賀県名古屋港の夕方です。前回の午前中の釣りは磯目落とし込みでしたが、夕方はサビキ釣りでアジを狙います。今日は左からの風が強いので、キャンピングカーを風よけに使っての釣りです。スタートは投げサビキでいきます。バックドロップスローで投げます。直せるね。ここは15メーターの水深があると。サイドミラーを竿掛けに使います。風があるのでかなり寒いです。数の他に3組の釣り人がいます。ユーマ詰めのアジ狙いです。皆さんここの常連さんです。まだアジが回ってこないのか、投げさびきには全く当たりがありません。おまけに潮に流されて隣とお祭りしてしまい、普通サビキに変えました。小アジがポツポツと釣れ始めました。午前中とは違う漁港猫が来ています。ダブルだよ金魚。いらない魚も釣れます。ここでは念仏台を金魚というようです。風がますます強くなってきました。お、少しでかいの来たぞ。ほらほらほら、アジアジでかで。この時釣れたアジは8匹ですが、漁港猫に水汲みバケツから3匹盗まれました。犯人はこの猫たちです。可愛さに騙されてはいけません。魚を見ると豹変します。最後に磯目落とし込みで釣れたのがでっかいカサゴです。これだけ大きいカサゴは初めてです。12月2日、次に向かったのは佐賀県伊万里湾大橋です。ネット情報ではシーバスが釣れるということなので、ルアーを投げてみましたが当たりなしで、必ず釣れる磯目落とし込みに切り替えます。左に見えるのが伊万里湾大橋です。大橋の下までは駐車場から遠いので、駐車場の近くで竿を出しています。まだ時間が早いのか食い込みません。最初のヒットです。何でしょう。やってるね。あらら、何ですかあなたは。ちっちゃいね。チヌの子が釣れました。ちっちゃいけど。リリースします。このあと同じくらいのがもう1匹釣れました。そして暗くなってからのヒットです。やっぱりカサゴくんだよね。磯目落とし込みでは必ず釣れるカサゴです。必ず釣れるカサゴくん。最後までご視聴ありがとうございました。次回は長崎県の釣りです。